あなたは奇跡を目撃したことがありますか？1940年3月8日、インド、ブッダパルティ村。ある日、この村に住む少年がサソリに刺され、昏睡状態に陥ってしまいました。しかし、小さく貧しいこの村には、少年を治療できる術がありません。家族は少年の意識が戻ることをひたすら祈るばかりでした。祈りが通じたのか、翌日、突然目を覚ました少年。しかし、彼はなぜか、今まで聞いたこともないような聖典の一節を口ずさみ、歌い始めます。それだけではありません。後日、少年は家族を集めると、なんと何もない空中からお菓子や花を出現させたのです。家族が驚きの声を上げる中、父親は戸惑った様子で少年に向かってこう質問しました。お前は一体誰なんだ？すると少年は穏やかに答えたのです。私は神の化身です。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おそす、ケンちゃんです。最近マヌカハニーにハマっているヤミコです。アニメアルゴメトリーは、教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは、インドでは聖者として認められているスピリチュアルリーダー、サティア・サイババについて。サイババって名前は私も聞いたことがあるわ。なんかたくさんの奇跡を起こした人じゃなかったかしら。彼は神の化身とも崇められ、日本でも話題になった人物ですが、その奇跡の真相には様々な意見があることをメトラの皆さんは知っていますか？何何？興味あるわ。詳しく教えて。ではまずはサイババの生い立ちから見ていきましょう。サティア・サイババの誕生。1926年11月23日、インド、ブッダパルティ。インド南部の貧しい村に、サティア・ナーラーヤナ・ラージュは生まれました。幼い頃から頭が良く、スポーツも得意だったサティアは、困っている人を見つけると、どんな時でも人助けをするという優しい性格の持ち主でした。さらには芸術面でも多彩で、なんと8歳でオペラを書き上げ、自ら主演までしていました。他に哲学にも精通しており、そのレベルは村の長老に抗議するまでのものでした。そんな多彩な彼に、ある日大きな転機が訪れます。1940年3月8日、サティアが13歳の時、彼は不運にもサソリに刺され、昏睡状態に陥ってしまいます。翌日、ようやく目を覚ましたサティアですが、彼は突然今まで聞いたこともないような聖典の一節を口ずさみ、歌い始めたのです。さらに2ヶ月後、家族を一堂に集めたサティア、何を始めるかと思うと、なんと何もない空中から見たこともないようなお菓子や花を出現させたのです。家族は驚きの声を上げますが、父親は真剣な様子で少年に向かってこう質問したのです。お前は一体誰なんだ？少年は穏やかに答えます。私はシバ神とシャクティ神の化身、サイババの生まれ変わり。サイババの生まれ変わりってことは、サイババって何人かいるってこと？そうなんです。実はサイババには初代がいるので、彼が2代目ということになるんです。そうなのね。しかも神様の化身でもあるなんて、なんだか最強そう。でもヒンドゥー教の神様ってよく知らないのよね。では詳しく見ていきましょう。本日のメトラキーワードはシバ神について。シバ神はヒンドゥー教の神様であり、最も影響力を持つ神様の中の一人で、破壊を司る神だとも言われています。偶像上のシバ神の特徴としては、額にある第三の目、首に巻かれた蛇などが挙げられます。シバ神はとても人気が高く、インド、ネパール、スリランカでも広く信仰されている神様です。シバ神は仏教とともにインドから中国へと渡り、名前と姿、性質を変えて日本に伝わりました。その際、シバの異名の一つであるマハーカーラが大いなる暗黒という意味なので、中国で大黒と訳され、大黒天となりました。それが日本に伝わり、日本の神、大国主の御事と神仏集合し、七福神としておなじみの五穀豊穣の神様、大黒天となったのです。シバ神が日本では大黒様になったなんて驚きね。もともとは破壊の神なので、イメージが全然違いますよね。それで結局少年サイババはこの後どうなったの？家族の目の前で奇跡を起こしてから半年後の10月20日、彼はサティア・サイババとして使命を果たす決心をします。そして家族に別れを告げ、生まれ育った村を離れるのでした。その時、彼はまだわずか13歳でした。この頃からアフロヘアにオレンジ色のローブ姿という世界的に知られるサイババのスタイルとなります。しかし少年サイババが世界的なスピリチュアルリーダーになるとは、この時はまだ誰も知る由もありませんでした。
中学生の年で人々を救うために家を出るなんて考えられないわ。ところでサイババの生まれ変わりって言うけど、そもそもこの初代サイババってどんな人なの？ではサティアに生まれ変わる前の初代のサイババについてご紹介しましょう。世界のスピリチュアルリーダー、サティアは自らをシルディ・サイババの生まれ変わりだと語ります。シルディは1838年生まれのヨガ聖者で、彼もまたシバ神の生まれ変わりだと信じられていました。そしてシルディは当時モスクに住んでいましたが、そこでは常にランプの火が灯され続けていました。ただその火の燃料は油ではなく、なんと水。しかしそれでも火は普通に燃え続けていたそうです。またモスクの土間に積もった聖なる灰を病人に与えると病が治るという奇跡も起こしていました。そして1918年、彼は80歳でこの世を去りますが、その際こんな言葉を残していました。私は8年後に生まれ変わる。実際サティアが生まれたのは1926年、まさに彼の死後からちょうど8年後だったのです。先代のサイババも人々の病気を治していたのね。でも今のところまだ宣言した年に生まれたっていうだけよね。生まれ変わりの客観的証拠はあるの？それがあるんですよ、ヤミコさん。古代インドの伝説上の聖者が残した予言にサティアがサイババの生まれ変わりだと書かれていたんです。え、何それ？サティアがサイババの生まれ変わりだという予言が書かれていたのは、古代インドの伝説上の聖者が書き残したとされるヤシの葉、通称アガスティアの葉。この葉には予言を知りたいと尋ねてくる人間の過去、現在、未来を詩の形で書いてあるそうです。古代タミル語で書いているということもあり、その解読は非常に難解で専門の人しか読むことはできません。予言の依頼者は自分の母印を提出し、様々な質問に答えることで自分の葉を探してもらい、予言を読んでもらうというシステムになっています。そこには家族、職業、結婚、子供、将来の出来事に至るまで書かれていて、前世からの原因や克服方法まで示されているそうです。それじゃあ私の予言も書いてあるのかしら。いつか見てみたいわ。実はアガスティアの葉については日本でもブームが起きました。当時はインドツアーが組まれるほどの人気だったそうですよ。それでこの後少年サイババはどうやって世界的なスピリチュアルリーダーになっていったの？サイババは信者たちの前で家族に見せたような多くの奇跡を起こしていきました。中でも最も有名なのは物質化現象でしょう。この物質化現象とは、何もないところから聖なる灰と呼ばれるビブーティーを出したり、ある物質を取り出すような奇跡を指します。そのある物質とは宝飾品。サイババは物質化したビブーティーや宝飾品を彼を信奉し集まる人々に与え続けたのです。こうしてサイババは世界中から注目を集めるようになっていきましたが、彼は初代サイババと同じあの能力も持ち合わせていたんです。ある日、彼の元にアメリカから青年がやってきた。彼は現代の神の化身であるサイババにひたすら祈りを捧げたいとはるばるインドにやってきたのだった。しかし、痛い、苦しい。到着してすぐ腹部に激しい痛みを感じ、眠ることもできなくなってしまう。慌てて病院に行くと医師からこう告げられた。急性胆嚢炎です。結石が胆嚢に詰まり細菌感染を起こしています。今すぐに手術した方がいい。しかも血液検査の結果、肝臓の数値も最悪。彼は入院を余儀なくされてしまった。しかし彼はサイババ様に祈りを捧げればきっと治るに違いないと信じ、ベッドの中でひたすらにサイババに強く祈りを捧げた。どうか私の体を治療してください。すると不思議なことが起こった。あんなに激しかった痛みがふっと消えてしまったのだ。彼は涙を流し、この奇跡を起こしてくれたサイババに感謝した。ありがとうございます。腹部の痛みが消えた彼はその後アメリカに戻り再検査したが、なんと胆嚢に結石は残っておらず、肝臓の数値も正常に戻っていた。この男性はその後医師となって、自らが経験したサイババの奇跡を多くの人々に語り続けたという。本当？初代も二代目もサイババは病気を治せるってこと？彼が病人を治したという奇跡の話はたくさんあるんですよね。病は気からとは言うけど、そんな次元じゃないわよこれは。ではそんな奇跡を起こすサイババが人々に伝えていた教えとは何だったのでしょうか。次はサイババの教えについて見ていきましょう。サイババの教えは非常にシンプルで、人種を問わず誰しもが理解しやすいものでした。この世には本来区別するものは何
何もありません。人類も宗教も一つしかなく、その宗教とは愛です。だから全ての人を愛し、全ての人に奉仕し、常に助け合い、決して誰も傷つけてはいけません。彼によると、人間の苦楽は前世の行いの結果であり、その因果からは逃れられないが、本人の良い行いによって変えることができるそうなのです。この教えの言葉は世界中に広まっていきました。彼を信じない人でも、サイババの近くによると、彼の圧倒的な存在感に畏怖を感じて、ただただ涙が止まらなかったという人が多かったそうです。私も会いたかったな。奇跡を実際にこの目でね。しかしそんなサイババですが、この後世界中から大バッシングを受けることになってしまいます。大バッシング？何かやらかしちゃったのかしら。サイババへの批判報道。90年代に入るとサイババブームが起こり、サイババの信者は世界中で1000万人にも上りました。そして世界中からマスコミも取材に訪れます。日本のテレビ局も彼が何もない空中からビブーティという聖なる灰を出す場面を撮影しました。しかし後日、その映像をよく見たスタッフがあることに気づきます。ここ灰を出す直線のところを見てください。そこに映っていたのは、彼の近くにいた信者が差し出す皿の中から何やら白い物体を指の間に挟むシーンでした。サイババはその後、右手をくるくると回す仕草をして、手のひらから白い粉を出現させます。それはまるで白い物体を手の中で砕いて粉末状にしてから出したように見える仕草だったのです。また他のテレビ番組では、サイババの写真からビブーティが溢れ出すという奇跡のシーンを映像に収めていました。この灰をこっそりと手に入れて科学分析したところ、その正体は小石灰。小石灰とは皇帝に白線を引くときに使う白い粉で、酸化カルシウムに水が反応するとできるものでした。つまり写真にあらかじめ少量の酸化カルシウムを付着させていれば、空気中の水分と反応して小石灰となり、写真から白い粉末が出現したように見えるのです。つまりこれは奇跡でも何でもなく、ただのトリック。もちろん全てがトリックだという証拠はありませんが、これらによって全てが奇跡だとも言えなくなってしまったんです。あらららら。らテレビ局はここから、サイババが行ったテレポーテーションや死者を蘇らせたという他の奇跡の話の証拠を探しますが、それは出てきませんでした。そうなると、そもそもサティアがサイババの生まれ変わりだと予言されていたアガスティアの歯も本物なのかと疑われ始めます。アガスティアの歯については、日本からツアーが組まれていましたが、その際ツアー会社が客の情報を相手に横流ししていたのではないか、はたまた待合室での会話を盗み聞きしていたのではないかなどの疑いも浮上するようになります。そして2000年に入る頃には、彼が行う奇跡はただのマジックなのではないかと世界中から大バッシングを受けるようになってしまったのです。疑い始めるとそうなっちゃうわね。でも全てがトリックとは言えないんでしょ。確かに先ほどの医者の体験談などはトリックでは不可能ですね。ただバッシングが広がった背景には金銭的な事情もあったんです。金銭的な事情？確かに人間ってお金が絡むとお金ってなるわよね。当時のサイババの金銭事情を説明するには、同時に当時のインドについて知る必要があるんです。インドへの貢献。トリックが明かされた当時、サイババにはかなりのバッシングがありました。その理由の一つに、サイババブームにより世界中から多額の寄付金が集まっていたことが挙げられます。しかし当のインドではバッシングはほとんど起きていないのです。その理由は、彼がインドで成し遂げた数々の功績にあります。1940年代よりも以前のインドはとても貧しく、深刻な水不足と食料不足に陥っている地域が多くありました。そんな状況を見かねたサイババは、1950年から莫大なお金を投じて国ができないインフラ整備に着手します。例えば供給した水道設備の長さは日本列島と同じにまでなるそうです。さらに60年代からは大学や高校、音楽大学などを次々と設立。サイババの作った教育機関は2007年時点で小中高大学合わせインド国内に88校、インド国外に41校を数えます。その中でもサティア・サイ大学はインドの大学の中の最高評価 A++ を獲得。さらには最先端技術を持った大病院も建設しています。そして驚くことに、これらの学費や病院の治療費は手術代も含め全額無料。
また貧困者と孤児の救済活動、恵まれない母子への援助活動を手厚く行っており、多くの子供たちが救われています。こうしてサイババは世界中から集まった莫大な献金をインドの発展のために使っていたのです。すごい桁違いのインド国民への貢献だわね。インドといえば今や中国を抜いて世界最大の人口大国ですし、教育水準も高いので現在大変な発展を遂げています。インド人にとっては恩人だものね。責める人が少ないのも納得だわ。でも結局サイババの正体はただのマジシャンってことになるのかしら。その点を探るためサイババの最後を見ていきましょう。2011年4月24日、サイババは入院先の病院で心不全によって84歳で息を引き取ります。葬儀は国葬として執り行われ、葬儀には首相、大統領、ダライラマ14世が出席。インドで首相や大統領以外で国葬が行われたのはマザーテレサに次いで2人目となります。さらに彼の社会貢献を称え記念切手も発行されました。そして世界中から寄付によって集まった彼の資産ですが、その額はおよそ8000億円以上とされています。サイババは生涯独身で子供がいなかったため、資産は現在財団や政府が管理をしているとも言われています。さて彼は結局本物の能力者、神の化身だったのでしょうか。真偽は定かではありませんが、多くの人々の体や魂を癒し、インド国内では国ができないほどの社会貢献を行ったのは事実です。そしてサイババは生前こんな予言をしています。私は2019年再び生まれ変わるだろう。彼の予言によると、西洋絵画のイエス・キリストを思わせる端正な顔立ちで、次の名前は愛の意味を指すプレマ・サイババだそうです。そしてプレマが14歳になった2033年、自らサイババを宣言すると言います。3代目となる彼は最後のサイババとなるそうなのですが、その役割は人類の黄金期の到来を告げることなのだそうです。国際情勢も相変わらず不安な昨今ですが、もしかしたら彼こそが新時代のメシアになるのでしょうか。